じゃあ11レース準決勝2着で勝ち上がりました愛媛の松本選手です。決勝勝ち上がりおめでとうございます。ありがとうございました。レースなんですけども、大川選手がスタート取りに行って前からになりましたけども、作戦はどういう作戦だったでしょうか。もう前取って少しでも足ためて、まあ、勝負どころで前にいいよという感じでした。青野選手が、気に入ったところすかさず吉田選手が、来ましたけども、その辺はどうでしたでしょうか。まあ、そこそうですね、自分の中では、まあ、もうワンテンポ早く来るかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと遅れてたんで、あの自分が踏めていいようになりました。池田選手が離れていて3番手に入ったとは思うんですけども、あの後ろの大川選手が離れていたところは気づいていましたか。いや、もう全然分からなかったです。それが前かかりが良かったっていう感じですか。そうですね、もう自分もいっぱいいっぱいだったんで。で、まあ、秋元選手がホーム前からまくりに来たところは、そこももう自分のことでっていう感じでしょうか。そうですね、もうあの周りは見えてなかったです。で、まあ、最初バック前ですね、あの小林選手のところをご自身仕掛けてまくったと思いますけども、出た感触っていうのはいかがだったでしょうか。まあ、もうちょっとあのいいかかりだったんで、体勢もきつくブロック来るかなと思ったんですけど、意外とすんなりいけたんでよかったです。ご自身、まあ昨日はちょっと後方でやってしまいましたけども、まあ、状態面としてはいかがですか。そうですね、まあ、あの体調は別にいいんで大丈夫です。この後は何か自転車を触ったりとか、体のケアなどで重点的にするところはありますでしょうか。まあ、あのしっかり寝て足に備えます。わかりました。では最後に決勝に向けての意気込みをよろしくお願いします。決勝も精一杯頑張ります。応援お願いします。